愛好というのは愛は光という意味を表しておりますすなわち私たちはこう光であるためには愛でなくてはならないという意味が愛の光だから愛あるところに光があるということでございましてで光るものとなるためには私たちは常に愛でなくてはならないとで不調はとは何かといいますと闇でございますね で皆さん方はこの「愛は光」ですけれども、えー、不調は不調は闇なんですね。不調は闇で、えー、愛は光だと。で皆さん方光の世界っていうのは愛の世界のことを意味してるわけです。 自分は不調和でありながらご高、えー、が差してるという人がおりましたならばこれは嘘です。えー、愛のななないいいとところに光なんか存在しないということでございます、ね。で我々は常に光る,ものとで光るものであるためには常にこう愛でなくてはならない絶対不調は起こしてはいけないと。 で皆さん方はこの闇地獄という言葉をよく使う言葉で言いますけど闇地獄とは何かというと不調和な世界と、えー、光の巧妙世界というのは愛の世界調和の世界とで神は大調和であるがに無限光と言われてるわけですね。無限なる愛その無限なる愛が無限なる光。 で我々が誰かと憎しみや怒りを持っている時は光じゃなくて闇なんですこれをスモークと申し上げますけれどもで心の曇りとも申し上げますねだから私たちはこの光る存在であるためには必ず愛の存在でなくてはならないとだから巧妙家庭というのは愛の愛し合った家庭は巧妙家庭と言いますし不調な家庭は闇の家庭と 次ですね。で闇人間とは何かと言いますと、不調な人間のことです。だから光がないとかあるとかというものはもう愛か憎悪かで決まるということなんですねで。我々はこの闇から病が生まれてくるわけですね。闇は即病です。すなわち病気です。で光は健康なんです。 で神が完全であるがごとくそなたたちも完全であれと神が完全であるように私たちが完全であるためには神が愛であるがごとく私たちも愛でなくてはならないとだからこの愛の実践が光の実践なんですねだから家庭内での不調は絶対起こさないこと隣人との不調は絶対起こさないこと どんな迫害を受けてもの,の知られても絶対愛を貫き通すと愛以外に何も出さないという自分自身というものを作り上げていかなければなりませんね皆さんが誰かの悪口を言っている時皆さんから誤行が指していると思いますか闇だと思いますか闇なんですね誰かを憎んでいる時皆さん方は闇であって光じゃないんですね で、その光が知恵であり力ですから。で、光あるところに知恵と力とは存在するわけです。だから、私たちは知恵と力とを高めるためには、どんなことを人からされても愛であり続けなければならないと。絶対愛でなくてはならないと。いうようなことをよく気をつけなければなりませんね。えー、あの人からはご幸がさしているとか、 光が差しているとかというのは愛深い人からは光が差しますけれども不調な人間から光が差したためしはないんです。だから光明世界と闇次元というのは何かというと光明世界は愛の世界ということが言えるわけですね。だから生命の世界には不調というのはありませんからおが内なり光と見れているわけです。 だから外なる闇は我が内なる光には勝てなかったという意味は内は対愛ですからその大きな光に外なる闇が勝てるはずがないですね。で皆さん「ハルマゲロン」という言葉で表現しますけれども「ハルマゲロン」とはその「